まあ、ネットフリックス見ながら出社するのとか俺めっちゃ好きなんで、ね、うん、あ、やべ、あれあれ見て、あれザ・ジレンマ、あ、見ようぜ、お前、うん、あの、やばいよ、マジでやりちんとやり漫画、はい、やばいやばいやばい、ケス君も映して、わかったよ、映すよザ・ジレンマについて、ザ・ジレンマは、はい、あの、やりちんとやり漫画出てくるんだけど、めっちゃいいビーチにさ、集められるの最初、うん、で何も言わずに集められて、うん、そこでなんかイチャイチャさせるわけよ、うん、で12時間経ったらさ、なんか今から性的接触禁止ですみたいなアナウンス入って、うん、でもそれなかったら10万ドルぐらい、うん、金渡すぜみたいな、1000万、あ、そう、そんぐらい、うん、でもう1話から始まっていくんだけど、うん、やばいやばいやばい、金じゃないセックスってやつが多すぎてさ何がやばいかって、今俺さもう1ヶ月は多分スコってないのね、やばくない、やばいマジでもうタクもおかしくなってた昨日、うん、一緒にタクと見てたんだけど、うん、やばいやりちゃった、お、メガネタク別すぎるぞやばいよねあのさ、なんか目隠しして立つの、こうみんながこういるやん、うん、で目隠し立って誰かがこうキスしに来んのよ、やりたいよな見てザ・ジレンマ、ザ・ジレンマ、あ、俺も見るわ、じゃあ、うん、あのさ、うん、もう合コンしていいかな、あー、まあ、うん、あんな動画出してね、合コンするあの動画出したせいで女と遊びづれえじゃねえかどうしてくれんだよ、悪かったよ、消すか、あの動画消して合コンするか、消そうぜ消したらそういうことだから消したらそういうこと、いつまでもつまじで5月6まで我慢しよう、5月6になったら1回やる、しょうがないよ、限界が来たらしょうがないと思ってて、来てんだって、じゃあしょうがない、やれやれやれ、もうこの3日間もうあがたあがたあがた、やれ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 、5月3日、うん、3日まで我慢する、6日な3日縮めてんじゃねということでザ・ジレンマの続き見ます。